菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。秋竹縄ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。よく眠れてますか。はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。秋といえばですね、食欲の秋、スポーツの秋、そして読書の秋でもありますが、そんな秋の夜長に手に取っていただきたい一冊がございます。はい、はい、こちらの、はい、はい、ありがとうございます、はい、もう実は5年ぐらい前に出した本なんですが、はい、あの3週間で自分が変わる文字の書き方って本を出しました。はい、でこの中で、この本全部宣伝するつもりじゃなくてですね、この中に一つだけあのポイントがあって、はい、あのある字を書いてもらって、文章で書いてもらった時に、あのその字を見ながら、はい、自分のことが分かりますよっていうのが入ってるんですよ、この中に。それでね、簡単に言うと、はい、美しい未来の幸福な様子って書いてもらうと、はい、この中で一回自分で書いてもらった後、はい、その前に目次の時に、目次の中にこういうとこありませんか、はい、ああいうとこありませんかってずっと書いてあるんですよ、はい、でそれを見て、はい、そこを見ると自分の書いた字の特徴が多分現れてきますよっていうのがあって、ちょっと面白い書き方をしたんですよ、はい、字の特徴だけを見て一個一個解説するのは結構骨が折れるので、書いてもらって自分のタイプ、自分の姿勢、うん、はい、そういったものから逆算して、はい、まあ、字を見ていこうっていうことを書いた本で、うん、あのもしも筆跡の診断とか、はい、あるいは筆跡からその心理学的な見地から分析するっていうのに興味ある方は、はい、ぜひお読みになってください。あの PHP 新書で出しました、あの、はい、ちょっと前になるんですけども、3週間で自分が変わる、はい、3週間で自分が変わる文字の書き方という本です。文字の書き方ですね、はい、はい、ちょっと私今中身見たんですが、はい、もうなんか字があのこっちに寄ってしまう、本に寄ってしまいそうなのでやめております、はいはい、すごい読みたかったんですけど、あ、ダメだと思ってやめました。ぜひじっくり読みてください。はい、ぜひちょっとじっくり見させていただきたいと思います、はい。さて、この番組言霊アラカルト、筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊としてラジオを聴きいただいている皆さんにお伝えしていく番組です。まずはメインパーソナリティの菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして今から15年ほど前から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め研究、現在は筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く筆跡や言葉につながる様々な活動を行っていらっしゃいます。あのおかげさまでね、はい、このラジオ聞きましたとか、あの YouTube の映像配信見ましたよっていう話とかいただいて、はい、あの本当にいろんな感想をいただくようになりました。本当にありがとうございます。皆さんの中でね、そういった話題になってとても嬉しいんですが、はい、あのもっと詳しく知りたいって方は、まあ、ぜひ私の方にご連絡ください。本当にそう思います。で実は先日もですね、あの西山経営塾っていうのがあるんですが、はい、これあの西山義之さんっていう方がですね、主催されてるんですが、はい、元々ナックっていう会社の創業者なんですけども、この会社今すでにですね、東証一部の上場している会社です。これの創業者なんですよ、はい、西山さんが、で今経団連の理事もお務めになっている方なんですけども、はい、この方主催の西山経営塾がありましてね、これが今度11月にまたあります。でもしも関心がある方は、はい、ぜひこちらあの探していただければすぐ出ると思いますので、はい、一般の方が行ってもいいようになってますから、ね、いろんなお話なんかも聞けるんですよ。でその場で私もちょっと話をしてくれっていうことで、前回もさせていただいたんですが、はい、また11月もさせてもらうような予定になってるみたいなんで、あのもし関心のある方はですね、ぜひこちらにもご参加いただければいいかなと思ってます。そうなんですね、はい、菊池さんそちらで講演をされるんですね。あのそうなんです、実はですね、今度やるのは、はい、まあ、西山さんからあの ご推薦を受けてですね、今度はもうちょっと面白くやろうかっていうことで、あの参加者の中から2人ぐらい指名して、はいはい、あるいは希望をパッと挙げた人に前に来てもらって、はい、ホワイトボードに名前書いてもらおうかと、ね、そうなんです。それをその場で、はい、菊池さん見てよって言われてるので、はい、ごめんなさい声大きくなっちゃった。そうなんですね。その場で見てよって、そのことによってどの程度のものが分かるか、みんな人は分かるよねっていうことで、あの非常にあの好意的に捉えていただいておりまして、
で次回は多分そうなると思います。だからもう本当に興味ある方は来て、そのまま会場に来ていただければさっと手を挙げてくれればもうはいっていうことになって、はい、あの下打ち合わせ全くなしなので、はい、ぶっつけ本番、そうなんですね。もう皆さんドキドキじゃないですか、そんなね。でまあその当人に恥をかかせることが目的じゃないので、はい、あので特にあの申し上げたいのは字が綺麗汚いは関係ないですよ。 そうですね、それとこの特性についていろんなこと言いますけども、はい、いい悪いは関係ないですよ、うん、それは個人の中で考えることであって、はい、その特性自体にいいも悪いもないですよ。そこだけはちゃんと申し上げるので、はい、あの決してそこに来た人を恥かかせるとか、うん、なんか悪いこと言うとかそんな関係ないです。こういうとこありますよね。でもそれを知ってることによって、はい、それがそうか、それが私の生かせる強みかもしれないと思ったらさ、人生で生かせるじゃん。いや大事ですよ、なかなかね。そうでしょ、気づけないところもありますから。知らないとさ、はい、人の成功事例を真似ちゃうんですよ。うん、たまたま同じような特性を持ってる人は真似たってうまくいくでしょ、はい、そうですね、でも持ってない人はさ、うん、結構苦痛だと思うんだよね。でもうまくいった人なんだから真似なくちゃって思うとさ、はい、ますます自分ではない自分を作りながら行動していくわけじゃない、うん、そうなんですよね。なんでそうしちゃうか、はい、自分の個人特性を知らないからですよ。そうですよね、こう己を知るとねもう毎回のように私を自分に言い聞かせるかのようにこの番組でね、あの言ってますけれども、そうなるよね。だから自分のことが分かればやっぱりそれを生かす道が自分でおのずと分かるじゃない。そうですね、これって他の人には分からない、はい、残念ながら。ね、まあそんなことをね、はい、実でもちょっとやりますので、はい、もし関心のある方は、ね、西山経営塾の方にも直接お伝え、あのお申し込みください。はい、はい、いや楽しみですね、参加される方楽しんでください。はい、ではこの言霊アラカルトでですね、あの番組アシスタントを務めさせていただいております佐々木千秋と申します。あのドラマとか映画とか CM とかに出演させていただいておりますので、詳しい情報公式のブログございますので、ぜひそちらを私の方もチェックしていただけたらと思います。今回もですね、こんな2人で楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えしていけるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは美人アコーディオン奏者として今大人気の吉岡里沙さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。もう美人だなんてそんなとんでもない恐縮ですよね。ありがとうございます。はい、アコーディオンを演奏しております吉岡里沙です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですが、まずは吉岡里沙さんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。吉岡里沙さんは愛知県のご出身、東邦学園大学ピアノ専攻をご卒業された後、数々のピアノの賞、そして海外のコンクールに参加されました。その後ですね、第7回 JAA 国際アコーディオンアンサンブルコンクール最優秀賞を受賞され、先月もアコーディオンコンクールで1位を取られたということで、おめでとうございます。すごい、はい、で現在はですね、坂東玉三郎さん、宝塚 OG の方々、そして米米クラブジェームス小野田さんなど、著名なアーティストと共演するほか、イベントライブなど精力的に活動中です。そしてなんと来月11月9日に新興ミュージックより2台のアコーディオンによるデュオユニットめぐりとしてアコーディオンアコーディオンというアルバムをリリースされます。はい、素敵な方ですね。さてですね、診断に入る前に、はい、さて少しだけゲストの、あの吉岡さんにお伺いしたいんですが、そもそもピアノ専攻からアコーディオン奏者になられたきっかけって何かあるんですか？きっかけはですね、はい、あのピアノで演奏しに行った時に、まあ歌の方、フルートの方、バイオリニストの方と一緒に演奏しに行って、はい、その時に演奏の最後の方になるとみんなテンション上がってステージから降りていくんですよ。でお客様の近くに行ってこう弾いてです。それがピアノだとどうでしょう、はい、そうですよね。確かに そうなんです。その場で立つぐらいしかできないんですよね。なのでなんかそれがすごく、はい、そこで盛り上がってるんで私も行きたいなと思って、うん、で何かないかなと思ったら、はい、アコーディオンっていう楽器は、動いても演奏できるので、はい、あ、じゃあちょっとアコーディオンやってみようかなと思って、そういう気持ちで始めたら、はい、もうアコーディオンの
取り憑かれちゃったんですよ。すごい素敵な楽器だなと思って。素晴らしいですね。きっかけはそんな感じです。ちょっとすごく行動的な部分が。そうなんですね。ちなみにこのどういった楽曲演奏されること多いんですか？はい、はい、タンゴが大好き で、はい、であとジャズも好き、はい、でそしてヒップホップとかも好きなんですね。で、タンゴ好きな感じがチラッと見えたり、はい、そうですね、ポップスもチラッと見えたりというよう なんかジャンル関係ない感じで。じゃあいろんなジャンルの曲を演奏されることが多いんですね。はい、すごいですね。なかなかアコーディオンって、ね、難しいイメージ、うんうん、学校で習いましたけど難しいイメージがあるのですごいなと思います。ちなみに、はい、ちなみにというかズバリこのアコーディオンの魅力って何ですか？今になってみて思うことで構いません。はい、アコーディオンはピアノにはできないことができるんですね、はい、例えばピアノって1音弾くと衰退していくじゃないですか。あ、そうですね、音が消えていきますね。でアコーディオンは1音弾くとうわーってその表現できるんですね、音が。でその音が、はい、あの魅力 で、はい、でどんどん楽しくなってくるんです。でそしてアコーディオンっていうのは体にすごくフィットする楽器なの で、 そうです、ね、あのまあ、自分の呼吸が全て音に出てくるんです。だからもう緊張したりすると音が揺れるんですね、長い音弾いてたりとか。すごいあの敏感な楽器で、もう体の一部のような、はい、それをやっていくのがなかなか難しくて、はい、できないことをするのがちょっと楽しいので。あ、楽しいんですね、はい、すごいですよね、もうアコーディオンでね、自分の体とこう一致してるというか、はい、意思動態みたいなところもあるというところがちょっと面白いかもですね。面白いね、はい、ありがとうございます。さて皆さん、そして吉岡さん、お待たせいたしました。はい、今注目のこの美人アコーディオン奏者吉岡梨沙さん、実はですねその真相心理とは、はい、吉岡さん毎回ですねゲストの方には一応念のためにお伺いしてるんですが、今正直どんな気持ちですか？楽しみですね。あ、そうですか。なんかワクワクします。うん、あまり経験がないので。あ、そうなんですね、はい、楽しんでください。なおですね、吉岡さんには放送直前にこのご住所とお名前を書いていただいております。ちなみにこの模様なんですが、番組放送後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップさせていただきますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルト、そして吉岡梨沙で検索していただきましたらご覧いただけますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果をお願いいたします。はい、いよいよよろしいでしょうか？いや、あんな大げさに。まずですね、これを見て、これね、ちょっと千秋さんと似てるところがあるんだけどさ、吉岡の口とか岡の左上とか梨沙の梨の左上とか東京都の全部左上全部閉じてるんですよ。南も全部そうですね。吉岡さんの書かれてる字の四角い字を書いた時の左上って全部左上ですね、閉じてるんですよね。でこれはまさにあの決まり事があったらそれまず知っとこうよっていう感覚の方が多いんですよ。もっと言うと、過去に成功したこと、過去でうまくいったこと、ルール、一般的に良いとされていること、それをまずちゃんと知っとこうねっていう姿勢がもともとある。したがってあのそれについてやっぱりそこにのっとって考えたいよねっていう考え方ですね。だからまるっきり何もないとこからゼロから何かを新しいことを考えるっていうよりも、何か根拠があった方がとっても考えやすいっていうあの傾向があるように思います。いかがでしょう？はあ。あとですね、結構大きな字を書く傾向があるんですよ。元気いっぱい。でこれはあのとにかくまず行動しようよっていう考え方です。まず行動しよう、行動してから必要なら考えればいいじゃん、はい、っていう考え方。いわゆる行動することで次々に何かを打ち破っていくとか、自分が満足するような考え方がそこでもっとできてくるとか、とにかく行動が先です。ぐちゃ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 考えながら、ああでもねこうでもねっていうよりも、まずやってみちゃえばいいじゃんっていう考え方が非常に強いですね。本当にやります。で今言ったように行動力があると言いつつもですね、最初の第一歩、これは結構様子を見るんですよ。
いや本当にいいのかなみたいなことを考えながら、あでもねこうでもって結構考える、で考えるけど、いわゆる初動のレベルではちょっと遅れるんです、ワンテンポ。でもそこから入った後はバーッと動いていくところがちょっとコードの特性としてあるかもしれないね。要は様子見を結構やる、様子見が終わった後からは行動していくのでもう分かりません、最初の時の初動の話はね。でこれは東京都の東の字の上を結構開けてるんですよ、字が大きい人の割には。これもっと初動が早い人って、これもう郵便番号から真下にすぐ書き出します、東京都の東の字を、東っていう字をね、もう開けてらんないんですよ、はい、でもあなたの場合開けてるから字が大きい割に開けてるので、うん、行動的な反面、その行動的なものが出てくるまでにはちょっと時間がかかるよねっていうところの表れなんだよね。これ郵便番号のすぐ下から書く人いるでしょ、はい、ね、だってまだこんな枠があるのに、なんでそんなきちきちが書くのっていう人いるでしょ。ああいう人って待てないんですよ、へすぐやろうよっていう、いいと思ったらやろうよすぐにっていうことですぐ動いちゃう、うん、吉岡さんの場合は動くんだけど、それまでにいやいや本当にいいのかなこれでとかちょっと考えたりする、うん、だから真っ先に、例えばみんながいる中で質問ある方いますかって時に、あなたは真っ先に手を挙げないんです、はあ、2人目3人目に様子を見ながら、あこの講師はこうやって答えるんだ、うん、だったらまあいいかな、3人目に手を挙げて、あの質問なんですけどってことをやる、あーあるかも、あーそうなんです。でも真っ先に挙げる人いるでしょ、はい、世の中には、ね、彼らはそんなもん何も心配しないんですよ、だって分かんないことあるから聞くんですよっていうぐらいの感覚でパッて挙げる人いるでしょ、うんうんうん、あなたはそこはないよね、はい、うん、やっぱりちょっと様子を見ながら、うん、まあ自分は傷つかないようによく見ながら、うん、うん、この人だったら平気だなと思ったらやる。でこれはあの一時が万事とは言わないけども傾向はちょっとあるねってことだね。あとは東京都からずっと書いてって、住所をまっすぐに一本バーッと下まで書いてるんですよ、はい、何のいくつまで、はい、でこれを書く方っていうのは一回自分で決めたことは最後までやりたいよっていう気持ちの表れと言われてるんですよ。うーん、要はですね、まあ高校の時からもしこれが変わってないとすれば、はい、結構愚直なまでに物事をやっていくので、もうちょっと要領よく考えればとか、うん、もうちょっと先見て考えたらとか、もうちょっとさみんなずるいことやってるよっていうことを言われたりしたことがあったかもしれない。いや損するよこんなことやってると。でもあなたの中では、いや私自分で決めた以上最後までこれでいきたいんですよみたいな感覚をすごい大事にしてる人の、まあ、書き方なんですよね。うーん、一応書き始めた以上最後まで書けるだけ書くよみたいな感覚だよこれ。うん、でそれを調整してるよね、字の高さを少し調整しながら全部収めてるんですよ。まさにそういうことが普段の行動傾向でもあるよねってことなんですよね。だからもしお友達で字をわーっと東京都から書いてずっと下まで一直線に書いてここで終わってる人、はい、特に調整しながら書いてる人は結構こだわってます、うん、自分がこれと思ったことは最後までやり遂げるっていうことを思ってる人が多いです。だから要領の良さって意味ではちょっと違うかもしれない。でもこれも要領がいいから悪いからいい悪いじゃないよね、はい、そういう見方をしてる。だからそれが活かせる環境にいる人は幸せだよね。そうですね、確かにその通りでございます、ね、今聞いてます。あと佐野の字もそうなんだけど、佐藤っていう字もそうなんだけど、横線が均等になってるんですよ。ただ横線引っ張りってもんじゃなくて、うん、あなたの場合、吉岡さんの場合は均等に書いてるんです、はい、この間をね、うん、いいですか、横線の間が全部均等になってるんですよ。でこれは偶然均等に書いてるわけないんです。均等に書くもんだよねと思ってるんです、自分の中で。はい、無意識で思ってるから、はい、え、みんな均等じゃないんですかっていう場合もある。だ当然ですよねみたいな感覚で見てるんだけども、いや世の中は当然じゃなくていろんな書き方があるわけですよ。あなたの場合は自分の中で均等に書くのが当たり前と思ってる。まさにこれが自分の行動をコントロールする能力が非常に高いんですよね。でこれやってる人って当たり前と思ってるから、そのことに対していちいち言わないんです。均等に書くって当たり前じゃないと思ってないよね、もうすでに気がついてないよね、はい、でこれを字から見ると、ああ当たり前に持ってる人ですねということは自己コントロール能力結構高いですよね、ということはこれだけ見るとなんかいいように思えるかもしれないけども、うん、逆に言うとそれができない人っているわけですよ、はい、感情をすぐに出してみたり泣いたり騒いだり怒ったりさ、はい、でそういう人って結構自己コントロール能力が弱い場合もあるんですよ、うん、でも気持ちをストレートに出すってことについてはすごいエネルギーをこう出すわけですよ。そういう人を見た時に吉岡さんは結構バカじゃないのと、いい年していい大人がなんでそんな出すわけ、もうちょっとさ人がいるんだからさ自分のことコントロールしたなって思いたくなってしまうんです、は
なぜかというと自分はそうやってるからです。当たり前だからです、それは自分にとって、うん、だからその辺のことがね、あの自分のことを知ることによって他の人のことも分かるよね。はい、そうですね。その人ってこういう人なんだな、うん、いい悪いじゃないよね、ストレートに出してるだけっていうところが、まあ、あると思うんですよ。まあそんなことがね、こういう字からはいろいろわかるかなと。またいくつかあるんですけども、やっぱり一つはさっきジャズとかタンゴとかってこうやられてる中で、ある意味では自分のことをコントロールされてる部分もあって、多分聴く方にとってはすごくいい多分演奏されてるんだろうなって気がしますね。いわゆる自分の中で納得したもの、計算したものを出してるんだろうなって気がしました。うん、だからその辺はファンは多いだろうなって気がしますけどね。すいません、私知らないで私アコーディオン分かんないんで全然。でもそんなことを感じますね。とにかく行動的に何度もやってこようっていうものが根底にあるので、うん、その中にやっぱり自分の決まり事、自分のルールを決めながらやっていくので、みんなの期待を裏切ることはまずないんですよ。そういうそれに応えようと思いながらやってるからね。その決まりも自分の中に作って、その通りやってきたよねって気持ちがとっても出てるっていう気がします、ここからは。はい、すいません、演奏聴いてもいないのに、こんなこと申し訳ありません。道だけからいろんな特性を読み取っていただきました。はい、吉岡さん、菊池さんの分析結果聞かれていかがでしたか？いや、すごい。面白いですね。はい、ね、いろいろこう、ありますみたいなところもおっしゃってたので、はい、楽しんでいただけたかなと思います。なのでですね、この分析に関しましては、菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるように、あくまで参考にするものであって、断言するものではないので、そこはご注意ください。それではこのあたりでですね、今回のゲスト、吉岡里沙さんからアルバムリリースなどについての改めての告知をお願いいたします。はい、はい、私はめぐりという2台のアコーディオンデュオを組んでいるんですけども、そのめぐりが11月9日に新興ミュージックレコーズさんから全国 CD デビューさせていただくことになりました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ここのアルバムには、はい、さっき言った、はい、タンゴの香りがしたり、はい、ちょっとジャズの匂いがしたり、はい、なんでしょうね、はい、いろんなアコーディオの魅力がたくさん詰まっておりますので、はい、ぜひ聴いていただけたらと思います。そうですね、アコーディオンの私たちが知ってるアコーディオンではないアコーディオンの魅力をきっと知れるんじゃないかなと思います。そして11月9日にデビューを決定されまして、その後ツアーライブもされるんですよね。はい、そうなんです、はい、東京では11月28日に、はい、六本木のバードランドさんで演奏させていただきます、はい、その他にも名古屋で演奏したり、はい、あとは福島県のいわきでも演奏しに行きます、うん、です浜松も行きますね。そうなんです、はい、お近くの方いらっしゃいましたらぜひともお願いいたします。私たちもね、行かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では今回のゲスト、来月11月9日に初のオリジナルアルバムをリリースされましたされますアコーディオン奏者の吉岡里沙さんでした。吉岡さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、アコーディオン奏者の吉岡さんともっと話したかったありがとうございました。本当にありがとうございました、ね、ライブもね、始まるということで、ぜひ頑張ってください。ね、はい、それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。